納豆に添えられたからしからしは、油中の植物であるからしな及びその禁煙種の種子から作られる香辛料。黄色もしくは黄土色で独特の刺激臭と辛みを持つ。からしな類の種子を原料とした調味料は世界各地に存在するが、日本では一般に和がらしと洋ら子に大別される。 西洋からしなの種子を粉末にした粉からしを水、またはぬるま湯で練って作られるもので、通常はそれ以外の成分を含まない。日本で単にからしという場合には、主に和がらしを指す。日本語では、和がらしと日本固有の食材であるかのように呼称するが、からしなはもともと中央アジア原産の植物であり、香辛料としてのからしも、 インドや中国を経由して日本に伝わったとされるものである。日本以外の国でも和がらしと同様のものがオリエンタルマスタード、チャイニーズマスタードなどの名称で販売されている。洋唐梨という言葉はからしに酢や糖類、その他の香辛料を加えて調整された複合調味料、いわゆるマスタードの意味で用いられる場合と和がらしに比べて 辛味を抑えた粉からしや練りからし製品を指す場合がある。マスタードは製法や用途の異なる様々な種類のものが販売されているが、酢などが加えられているために酸味や甘みが強く、一般に辛さは控えめである。マスタードと和がらしは本来用途の異なる香辛料であり、風味もまるで異なるが、マスタードが一般に普及する以前の日本では、 西洋料理にも代用として和唐揚げが多く用いられた。古くから営業している店のサンドイッチに和唐揚げが使われていたり、洋食屋のテーブルにネり唐揚げが置かれていたりするのはその名残である。洋唐揚げの名称で販売されている製品には原料として白唐揚げが配合されていることが多い。辛さがややマイルドである以外にはさほど風味に差がないため、 和枯らしの代用として用いてもあまり問題はない。からしの辛みは水で溶くことによって発生するが、揮発性が強く長続きしない。いつでも簡単にからしの風味が利用できるように、粉末や油に溶いた状態で保存する技術が発達した。練り辛らしは油脂や増粘剤などによって、辛み成分を安定させ、人工的なからし香味成分を配合したものである。 シューマイなどに添えられる業務用のプラスチック包装品は1950年代から存在し、1970年には SB 食品から家庭用のチューブ入り練りからしが発売された。粉から練った和がらしや伝統的な製法のマスタードとはかなり異なるものであるが、その手軽さから広く普及し、現在では日本で消費されるから種類の大半を占めるに至っている。 なおチューブ入りのネりニコヤカラシも発売されているが、これは単に風味による命名であり、西洋カラシナを用いてニコヤカラシの辛さを人工的に再現したという意味である。カラシを湿布として胸部に貼ることは、古くから行われている民間療法であり、療法を誤らなければ効果を上げる療法の一つとされている。期待される作用は、揮発成分を吸引することによる軌道の刺激、 並びに、経費吸収による肺血流の促進であり、毛細気管支炎、気管支肺炎、マシンの経過中及び肺性う血等に対して効果があるとされる。ありがとうございます。